皆さんこんにちは。今回は前回紹介した2モード CPU クーラーの動作確認の続きとして、オーバークロック状態でのベンチマーク、今後の自作 CPU クーラーにおける改良予定、沸騰の改良で何をやるかなどを紹介します。前回は空冷モードと水冷モードの2つの放熱形態になれる2モード CPU クーラーを製作し、初めての動作確認として定格動作でベンチマークを行い、CPU 温度や冷却性能を確認しました。これまでの自作 CPU クーラーではボトルネックの一つに放熱不足がありましたが、水冷を追加したことで放熱が改善され、インテルのリテールクーラー以上の冷却性能になりました。自作 CPU クーラー全体としてはまだ沸騰部分にネックが残っているんですが、沸騰部分の改良前でも大きく冷却性能を向上させることができました。で、そんな冷却性能だったこともあり、定格動作でベンチマークしても CPU 温度は最大 71°C って CPU の温度的には多少余裕がある、少しオーバークロックできるかな？ということで今回オーバークロック動作でベンチマークしてみました。オーバークロックの設定は依然不等液水冷で多用してきた CPU 動作周波数 4.4GHz、CPU コア電圧 1.300V です。他に高負荷動作時のコア電圧に関わる設定、CPU ロードラインキャリブレーションはレベル1にしています。比較対象にしている無限5とリテールクーラーでこのオーバークロック設定でのベンチマークを行うと、結果はこんな感じ。CPU 温度で比べると無限5が飛び抜けて低温で、リテールクーラーと2モード CPU クーラーが近いという結果ですが、実は PC 周りの空気温度、いわゆる室温が統一されていないので冷却性能で言うとちょっと変わります。そこで CPU 温度の他に空気温度や CPU 消費電力を考慮した熱抵抗で比べるとこんな感じ。熱抵抗は熱移動における抵抗の大きさ、熱移動のしにくさを示した数値で、CPU クーラーみたいな冷却器なら数値が小さいほど、熱移動がスムーズで冷却性能が高いとなります。てか CPU 温度と一緒で熱抵抗も低い方がいいってことですね。さっきと変わらず無限5が最も低くて、次に2モード CPU クーラー、リテールクーラーという順で熱抵抗が低いです。無限5では熱抵抗が低いのに対して市販品でもリテールクーラーは比較的高めです。それもそのはずというか、このリテールクーラーは Core i3-8100 に付属されていたものなので、今動作確認で使っている CPU、Core i7-6700K には性能不足です。そんなリテールクーラーよりは若干冷却性能がいいという2モード CPU クーラーは、まだまだ頑張りましょうって感じですが、ひとまず、これが今回の比較対象、基準です。じゃあ早速ですが2モード CPU クーラーでもオーバークロック動作でベンチマークさせてみましょう。ベンチマーク開始直後、CPU 温度は 70°C 台後半です。定格動作だと開始直後は 60°C 台前半、最大でも 71°C だったのでより高温になりました。これはオーバークロックによって高負荷動作をさせているので、CPU の消費電力、発熱量が増えた影響です。定格では消費電力の最大が 77W でしたが、オーバークロック動作ではすでに 100W 付近です。電力を1回使えば発熱も増えるでしょうから熱くなって当然ですね。この時の沸騰は相変わらず激しいですが、定格動作の時のものと比べると、気持ちさらに激しくなりました。なんとなく、しぶきが上がる回数が多くなった気がします。それよりも容器内温度や容器内圧力の数値の違いが明白でしょうか。明らかに数値が大きくなりました。数字で確認できるのを見ると、このヒートタイプは結構素直に変化してくれるようです。作業している私自身からすると違いがすぐに見えるのはありがたいですし、やりがいがあります。そんな違いはありつつ、ベンチマークは続きます。終了しました。CPU 温度は 85°C です。先ほどのグラフにこの結果を追加すると、リテールクーラーの結果よりも低温になったことがわかります。さらに空気温度と消費電力を加味した熱抵抗にして見てみると、オーバークロック動作での2モード CPU クーラーの熱抵抗は 0.576 です。リテールクーラーとは違ってほとんど変動しませんでした。前回の動画では定格動作でのベンチマークの結果として、2モード CPU クーラーはリテールクーラーよりも実質的に冷却性能がいいと紹介しましたが、この結果を見る限りでは完全にリテールクーラーよりも優れていると言えるでしょう。
というかリテールクーラーでは定格とオーバークロック動作で熱抵抗が変動しているじゃないですか。これは多分品効率とかヒートシンクの放熱と発熱量の兼ね合いで、もともとコア i3 についてきたリテールクーラーの放熱不足がオーバークロック動作によってより厳しくなった影響だと思います。一方で2モード CPU クーラーでは CPU 温度は上昇しましたが熱抵抗は変わっていないので、温度上昇自体は消費電力の増加分相応の温度変化で動作的な変化は起きていないんだと思います。ちなみに無限5も熱抵抗はほとんど変わりません。なんですが、今回やった 4.4GHz 動作ではなくてさらに高負荷な 4.6GHz 動作にすると、若干、本当に若干ですが、増えます。濃さに見えますが、この傾向は別の CPU グリスにして同じことをやっても生じるので、何かあるようです。CPU 消費電力は 110W なんですが、このくらいの熱量から無限5の動作が変化し始めているんでしょうかね。物が変わりますが、以前ヒートパイプを自作した際に市販品と自作品で動作比較をして温度の上がり方や最高温度で違いがあると知りました。その時は市販品のヒートパイプの構造や蒸発凝縮液の戻り方に触れて違いが生じた原因を推測しましたが、もしかするとその違いが無限5と2モード CPU クーラーでもあるのかも。まあまだ気の早い話ですかね。少なくとも自作 CPU クーラーでも 4.6GHz 動作をさせないと比べようがありません。なので今は予測というか期待という感じで、この熱抵抗の変動を注視していこうと思います。という感じで自作 CPU クーラーで初めてのオーバークロック動作の確認を終えました。まだまだ未改良なところが多いので、この時点でオーバークロックまでやるのは打足というか遊びみたいな部分もありましたが、まあ一応オーバークロックまでできる CPU クーラーを自作できたというのはいい記念です。これを励みにして今後の制作、とりあえず沸騰の改良に勤しんでいきたいです。じゃあ次は、沸騰の改良として何をやるつもりなのかについて紹介します。沸騰の改良として6つの変化を試してみようと思います。今現在、ヒートパイプ部分の沸騰が生じている金属ブロック部表面に、1つ目は中央に1点、センターポンチでへこみを作る。2つ目はへこみの上にハンダ付けをする。この時はまだハンダを溶かして乗せるだけです。3つ目はそのハンダを使って、銅メッシュをハンダ付けする。あとの4つ5つ目は今回は話しませんが、微細構造的なものを煮上がりまして。最後6つ目は沸騰が生じる表面、ではなくて沸騰する液側。今は精製水を使っていますが、これに洗剤を混ぜてみようと思います。こんな6つの変化を試すつもりです。コメントで何度かアドバイスをいただいていた沸騰石を入れるというアイディアは、やりません。ごめんなさい。沸騰石ならヒートパイプ内に入れるだけなんで簡単に試せるなーって私自身は乗り気だったんですが、そんな気持ちでアマゾンとかで沸騰石の値段を見てみたら4000、5000円くらいしたので、考え直しました。なんとなく2000円以下で買えるものだと思っていたので、思いのほか高いなぁと思い、そもそも沸騰石の何に期待しているのかと考えてみました。沸騰石といえば突出を防ぐという、小学校か中学校で学んだことが思い出されますが、あれって沸騰石の表面が多孔質で、沸騰石が起点となって沸騰が生じやすいから突出を防いでくれるんですよね。それならセンターポンチでへこみを作るのと、構造的な細かさとか規模は全然違いますが狙いは一緒だろうと。というかその後に銅メッシュなど微細構造なものも同様の狙いで試すつもりです。じゃあ沸騰石はいいか、高いし。ということで沸騰石は見送りました。二つ目のハンダ付けだけするというのは一応確認するか、みたいなスタンスです。沸騰石でも話したように、沸騰って表面の影響を受けるみたいなんで、ハンダ付けだけでも表面張力、海面張力が変わって沸騰に影響しないか、見てみようと思います。まあよく言えば丁寧に細かく、悪く言えばまどろっこしいというか手間なんですが一応です。銅メッシュは先駆者様もされていたのを参考に、ハンダ吸い取り線か変速アースケーブルをハンダ付けするつもりです。一応、銅メッシュを使いたいという旨は先日先駆者様に挨拶した際に伝えてあります。それぞれの用途は全然違いますがどちらも銅のメッシュです。ハンダ吸い取り線はそのまんまですが、変速アースケーブルは自動車やオートバイのマフラーにつけるもので、マフラーの高温に耐えながら、マフラーの静電気を散らして排ガスの排気効率が上げる、みたいなものです。私も先駆者様同様に銅メッシュチューブを買おうかなと思ったんですが、思ったより長尺だったので、値段もサイズもお手頃なこれでやってみます。
逆に小さすぎではとのなりますが、ドーメッシュで全体を覆うと沸騰の様子が見づらいかなぁと思ったので、ひとまずこのサイズで試します。よかったら拡大しましょう。微細構造という2つはその際に紹介するとして、6つ目の洗剤を入れるというものは他とは別の狙いです。洗剤って界面活性剤という水の表面張力を小さくするものが入っているんですが、表面張力を小さくして沸騰の様子や液の戻り方が変化しないか見てみようと思います。そもそも洗剤を使う考えは沸騰の改良としてではなくて、観察窓にできていた模様を減らす目的で考えていました。界面活性剤など洗剤って薄く塗ると曇り止めになるんです。ですが観察窓の内面に洗剤を塗ったら、当然水自体に溶けていくでしょう。そしたら全体的に水の表面張力が変わって沸騰に影響出るよな。いや、むしろ積極的に変えてみるか、ということで試します。多分表面を様々試した後、良かった表面と組み合わせて洗剤を試します。こんな感じで沸騰の改良を進めていこうと考えています。ところで洗剤を入れるという話で、そもそもは観察窓の内面に塗るつもりだったと話したじゃないですか。実はあれやりません。まあヒートパイプ内に入れる水自体に洗剤を混ぜるのでその処理が不要でもあるんですが、今後その処理ができなくなるからということも関係します。なぜなら今回の2モード CPU クーラーは、今回でおそらく引退だからです。水漏れがいつか起きるのではないかと、使っていて非常に怖かったんです。水冷配管内に注水する際も不自然に紙を敷いていたんですが、これはそんな不安の表れでした。で、どうしてこんなに不安に思っているかというと、水冷モードで追加したパーツ。あれ何度も水漏れを起こして、3回作り直して、やっとのことで完成したパーツだったんです。パーツや自作 CPU クーラーの構造を説明するためにこの映像を撮った後、PC に載せる前に一応気密性のチェックということで毎回水を入れたり、逆に水に沈めてエアポンプで空気漏れがないか確認していたんですが、ことごとく失敗が続きました。そんなことがあってこのパーツもいつか水漏れが起きるんじゃないかと、自信がありません。一応、作り直すたびに構造を見直して、最後のこのパーツは一発で気密性が取れたので、多少は信頼できて、そのため動作確認までやる覚悟ができました。でも何度も使いたいとは、思えません。今回で休みです。ちなみに水枕化するパーツは何度も失敗しましたが、ヒートパイプ部分のパーツは一発で出来上がりました。ヒートパイプとして低圧、外圧に耐久する構造と、水冷配管で水圧、内圧に耐久する構造の作りで、いろいろ違いがあるんだなぁと設計しながら、組み立てながら実感できました。そういう意味ではこの2モード CPU クーラーもとても貴重な経験をさせてくれた、素晴らしい製作でした。ひとまず、お疲れでした。ゆっくり休んでください。で、2モード CPU クーラーを使わないんなら、自作 CPU クーラーの放熱はどうするんだってなりますが、代替品がすでにできています。パーツを作り直すときに一緒に製作して、完成させました。というかそもそも2モード CPU クーラーの方が代替案だったんですけどね。ですが2モード CPU クーラーを思いついたときに、水冷にも空冷にもなれる CPU クーラーって、いいなぁ。と思ってしまったのが運の尽きでした。3回目の作り直しをするときには、もう当初案の方に集中しようかとも思ったんですが、いやこれを最後のチャンスにしようと、泣きの1回でした。結果的には構造的に気密性が確保できたこと、水冷モードによって冷却性能が大きく改善されたこと、そして最後まで水漏れすることなく片付けまで終えられたことが嬉しいというか、変に大変な制作でした。そんなこんなでラジエーター部が次回から変わるので、次回もまた変更したラジエーター部での動作確認です。なんだか同じような内容の動画が連続しているので、次回はさっくりと紹介していこうと思います。で、次回に沸騰の改良を実施します。今回沸騰の改良方針を事前に話せたので、次回の動画を編集する間にまた検討して、次回の沸騰の改良に向けて準備しようと思います。私としては結果的にいい順番になりました。こんな感じで今後の制作を続けていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではではここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。